愛知県名古屋市緑区の高台にある名古屋市立緑高校。今回の未来期待東海で紹介する部活動は野球部なんですが、この打球音、そして高く弾むボール、気づきましたか？そう、軟式野球部です。軟式野球部は入学する前からこの高校にあるのは知ってたんですけど、硬式は少しやりたいなって思ってて、軟式野球部ともやるか入学するまでは高校を決める際に一緒に迷ってました。軟式野球はボールが硬式と比べて打つときに潰れやすいので、その分飛距離が出にくくロースコアのゲームになりやすいっていうのがあるので、1点に対する姿勢が硬式野球よりは重く感じてくるので、そういう部分が軟式野球のいい部分だと思っています。投手の浅井叶美選手にも聞いてみました。僕が行きたかった学校に、硬式軟式関係なく野球に今後携わっていきたいっていう意思がすごい強くあったので、軟式というのは関係なくこの野球部を選びました。もう小学校1年生からずっとやってて野球が大好きです。軟式は硬式と違って怪我のリスクが少ない分、小中学生、僕ら高校生なんですけど、すごいやりやすくて、すごい魅力的なものだなって思います。軟式野球の特徴をキャプテンの荒川和樹選手に聞いてみました。まずは守備面です。柔らかい分ボールが弾むので、その分ボールに対する姿勢で頭を下げて低くしていかないとボールの反応についていけなくなるので、姿勢は低くっていうのは意識してやってます。練習の時からはやっぱり捕球から送球への一連の流れっていうのはなるべく意識してやってます。ロースコアのゲームになりやすいので、一番大事なのは3点以内に収める、守備では抑えるっていうのが大事になってくると思います。打撃においても軟式野球ならではの特徴があるようです。硬式野球っていうのはスピンをかけたりして、ボールを飛ばすっていうのが中心になってくると思うんですけど、軟式野球はやっぱスピンをかけてしまうと潰れて飛んでいかないので、やっぱり低いライナーとか強い打球を打つっていうのが中心になってくると思います。最近においては初球を狙うっていうのと逆らわずに打つっていうのを自分は意識してます。ではピッチングはどうでしょうか。硬式はやっぱボールが硬くてヒットが出やすいんですけど、軟式は硬式に比べて比較的出にくいものになってて、だからこそピッチャーの出来が勝敗に硬式よりも大きく関係してくるので、やっぱピッチャーがしっかりしてれば勝てるっていうのを、自分はそれを第一に持って、いくら打線がダメでもチームメイトがミスをしても僕がチームを支えて勝とうという意識でいつも試合を投げています。浅井選手の持ち球はストレート、カーブ、スライダーにフォークボール。得意な球種を聞いてみると、どの球を投げても主役になれるような球にしようというふうにやってきたので、すべての球種に一応自信を持ってやっています。頼もしいキャプテンとエースが引っ張る緑高校軟式野球部、どんなチーム作りを目指しているのでしょうか。今の緑高校は長所として学年や選手間での対立でも少なく仲のいいチームなので、明るい雰囲気でやれているところが長所であって、短所っていうのは、選手層があまり厚いとは言えなく、スタメンなら決まった人しか試合に出ることがないので、もっとスタメン以外の人がもっといいプレーができるようになればチームとしてのレベルが上がってくるので、その短所は直しながら夏の大会挑んでいきたいです。自分たちは水曜日と木曜日は個人練というふうに自分たちで個人個人がメニューを考えてやってるんですけど、そこで自分自身の課題を潰していくふうに練習してるんで、その練習がしっかり生きていければその課題は良くなっていくかなというふうに思います。チームの監督を務める渡辺先生は、高校野球を通してというところで高校卒業した後も大学の部活ですとか草野球とか、形は、こだわらないので、野球が好きだ、野球が楽しいなっていう気持ちを忘れないまま卒業していってくれたらいいなっていう思いが一つあります。でそれ以外ですとやっぱ今の社会は自分で考えて行動する、何か解決しなきゃいけないっていうところが求められるかなと思っているので。練習メニューの中でですね、全体で動くメニューもあれば、個人個人自分の課題に向き合いながら、その課題を解決するためにはどういうアプローチをしなきゃいけないんだとか、周りの練習を見ながら、じゃあこういう練習ができるんだなっていうような状況に合わせて動く力とかっていうところが身についていけばいいかなという思いで日頃の練習は行っていってます。あとは試合中も自分たちで考えて動いて欲しいなっていう思いもあるので、割と自由に考えて動くっていうことを大切にやらせてもらってます。今は夏の大会に向けて個々のレベルアップを図っています。そんなチームを牽引する2人の今後の目標は？今後の目標は夏の大会で東海大会を優勝して全国に行くのが自分たちの目標です。チームとしては東海大会優勝っていうのを掲げてやってるんですけど、僕自身の目標としては一個一個の試合を大切にしていきたいので、まず目の前の試合を勝っていくっていうので、ありきたりなんですけど全勝するっていうのが僕の中で目標です。高校最後の夏に思い出を刻め。ハイスポは頑張る緑高校軟式野球部を応援します。